書道はね、よく習字と同じように思われることが多いのですが、やっぱ書道と習字は全く違いますね。習字の場合は、やはり字をきれいに書くための練習ですね。書道の場合はやはり芸術ですね。専門は日本や中国をはじめとする東アジアの書道文化。書道の歴史や理論を学びながら豊かな表現力の習得を目指します。私はね、12歳の時から書道始まりましたので、もう34年経ちましたね。早いですね。まだまだですね。まだまだ、なんかいつもね、一番いい作品は次の作品かなと思いますけどね。自分の書いてる時間が自分の世界だけでいられるので、すごい集中した時間を一人で過ごせるので楽しいです。どんどん上手くなっていくのが楽しいです。全く知らなかったその字の成り立ちとかを知るとやっぱり面白いなと思います。劉准教授は書道の表現の幅を広げるため、水墨画や篆刻の技術も磨きます。さらにおよそ4000年前の甲骨文字まで遡り、漢字の成り立ちの研究も行っています。文字の成り立ちをしてこそ、書の表現にはですね、いろいろ幅広く表現できると思います。また素晴らしい作品書けると思います。例えば突然の突ですね、日本語ではこういうふうに書きますけれど、もともとはこの字ですね、上はですね、穴の字ですね。穴から犬ですね、犬が飛び出してくる様子を表しているんです。穴から犬は飛び出してくるからこそ、筆の運びとかまたは墨の濃淡によって非常に突然だというようなびっくりするような表現ですね、ここで表現できましたね。だから本来書の文字の成り立ちということは非常に重要ですね。愛学に学べ。お茶の世界の話ですけれど、千利休は、喉が渇いた時に、お茶を飲みに茶室に来るのではなくだけではなくて、やはり心が渇いた時に茶室に来なさいっていうように言ったそうですけれど、で字も書道も全く同じですね。その書くことを通して、自分の心をもっと豊かにすることが非常に大切と思います。愛知学院大学。